きの、その、褒美の話って何ですか？お前が、その心を虜にする男と結ばれるように取り計らってもいいと言っている。わらわの肖像画を、日々丹念に磨いてくれたことへの礼とでも思うがよい。安心せよ。対価は求めぬ。わらわは気前がよい。だがな、対価は求めぬが、頼みがある。この島のすぐ近くの海に、岩がのぞき、そこに小さな鳥居と祠が設けてあるのを知っているか？魔に通じぬ者に一から説明はせぬ。早い話がだな、あれには参っておるのだ。実はな、あの祠の中にある鏡が収められている。それをそなたに割ってほしいというのだ。あの鏡の魔力は、わらわの魔力と相対する。人の言葉でうまく説明できぬな。例えれば、食器の違いとでも言おうか。あの鏡はフォークで、わらわの力はスープなんだ。フォークでスープは飲めまい？あの鏡の押し付けさえなければ、わらわはスープを飲むのにぴったりのスプーンが用意できるというわけだ。それさえあればスープも飲めるし、岩牢だって掘り抜けるぞ。目玉だってえぐり貫けるだったか？何の話か分かりません。私の無教養のせいだとしたら謝ります。こういうことだ。あの忌々しい鏡をわらわのために割る手間をかけてくれたなら、その褒美としてそなたの願いを叶えてやるということだ。今日のわらわは本当に機嫌がいい。そなたが望むなら、願い事を変えて金蔵に授けた黄金を丸ごとくれてやることにしてもよいぞ。お断りします。なんと、理由があれば聞かせよ。誤解があるなら解こうぞ。理由なんてよくわかりません。でも今日までこの島は平和で何も起こりませんでした。なら、鏡を割らなくても、今日までと同じ平和が、これからも続いていくはずです。なるほど、なるほど。それはもっともだな。そなたの言う通りだ。あれを割らぬなら、割れぬ今日までと同じ日々が、
明日も明後日も続こうぞ。わらわが絶対の保証をしようではないか。ベアトリーチェの名にかけて言う。割れぬ今日までと同じ日々が、明日も明後日も続こうぞ。それは永久に。永遠に。わらわはあくまでも褒美としてそなたに思いを成就する機会を与えたに過ぎぬ。割ろうが割るまいがそなたの自由だ。割ればわらわはそなたの願いを叶える。割らねば今日までの明日が永遠に続く。そなたの願いは永遠に叶うことはない。わかるか？何を言っているか。やめてください。そんなの聞きたくない。そなたを苦しめたかったわけではないのだがな。まあいい。愛に苦しさを感じるも人間の醍醐味よ。その感情を存分に楽しむがよい。だが我が力を借りたいと願ったならいつでもあの鏡を割るがよい。そして我が名を叫び呼び覚ますがよい。わらわは必ず約束を守るだろう。これならば文句はあるまい。そなたに今すぐの決断を迫るわけではない。気楽であろう。この約束に期限は設けぬが、願いを叶える魔法には期限がある。その期限はわらわが決めるのではない。そなたの思い人が自ら決める。意味がわかるか？わかりません。そなたの思い人が愛のちぎりを結ぶべき相手を決めた時がその期限となる。わらわは魔女だが鬼ではない。互いを愛し合う二人を引き裂く魔法は持ち合わせていないのでな。そなたの思い人は近いうちに見合いに臨むそうだね。そなたは世界で一番その男のことを思っているかもしれん。だが世界で一番ふさわしいとは限らんぞ。わらわは見合いの相手を知っている。その娘は世界で一番後ろ宮ジョージにふさわしい。良い学校を出て良い成績を残し落ち着きがあって思慮深い。お前より美しく、お前より聡明で、お前よりふさわしい。お前のような無知無能無教養の娘がどうしてふさわしかろうか。お前が一番知っている。お前が一番ふさわしくない。お前と後ろ宮ジョージが結ばれるなど想像するだけでも罪深い。愚かしいことよ。愚かしい愚かしい身の程知れい。義務教育に行かせてもらった恩も忘れて身の程を知りなさい。ジョージはお父様の血を引く孫の中では若男にあたるのよ。ひょっとしたら未来の後ろ宮家を背負うことになるかもしれない人。その期待に応えるためにたくさんの勉強を重ねて素晴らしい大学に入り素晴らしい成績を残しているわ。そんなジョージと無能無資格無教養な使用人風情が釣り合うと
本気で思い。やめろ、シャノンをいじめるな。貴様は誰だ。カノン君、下がって。この方は。シャノンに褒美を取らせたかっただけだが、わらわの言葉が過ぎ、いじめてしまったようだな。それは謝ろう。だが、先ほどの約束は、そなたへの褒美として残している。わらわの力が必要ならば、いつでも呼び出すといい。その方法はすでに教えた。では、これにて今宵は退散しよう。敵意の眼差しは心地よくあるが、美容にはちと悪いのでな。ケロ、お前が何者か知らないが、お前はシャノンを脅かしている。二度と現れるな。言葉を選ばぬか、下賤め。わらわは敬う者に寛大だが、敬わぬ者には残酷であるぞ。よかろう。そなたが求めるなら、特別に許そう。カノンとやら、彼女に免じて、今宵は許して使わす。感謝するがよいぞ。さて、今宵はこれで退散する。別れの挨拶に、一つ土産を残そう。二人とも、左手の手のひらをこちらへかざせ。騒ぐな。すぐに済む。
何の真似だ。単なる挨拶よ。大はない。ただのあざに過ぎぬから、ほんの数日で言えよ。手当ても必要ない。それはわらわが確かに今日ここにある。そなたと約束を交わしたことを明日に忘れさせぬための印だ。わらわとの出会いは刺激が強い。翌朝にわらわとの出会いを夢か幻と思い込み、忘れようとする人間も時にはいるのでな。ゆっくり考えるがいいぞ、シャン。そしてゆっくりと休み、明日の朝日に我が印を見て改めて考えてみるがいいだろう。わらわは何も強要せぬ。そなたが自らの意志で自由に未来を決めるがいい。もっとも欲する者の対価がその程度で済むとはな。綺麗をテーマに戯曲を書き上げた偉人たちが悔しがるぞ。それでは縁があったらまた会おう。久しぶりの会話は実に楽しかったぞ。さらばだ、カグども。